今ねどこにいるかっていうと、広島県の呉市にいます。呉でカラスコ島ってとこにいて、海上自衛隊の施設、潜水艦などが見れるところとして有名ですけど、今行ってきたところです。で、これから呉の駅、呉のね、中心街の方をね、走っていきたいと思います。そこがね、海上自衛隊基地なんですが、その手前がね、整備されていて、遊歩道がね、そこからこの海上自衛隊の基地ですね、荒井カラスコ島ってとこにいて、そこから、今、海上自衛隊の潜水艦を見てきたところです。一般にもうすでに公開されて見れるところということで、一応観光名所の一つになってるんですけど、で、ここから今からどこに行こうかと思ってるかというと、呉の駅ですね、中心街、市街地を、行きます。現在の人口でいうと20万人ちょっとです。最盛期で、昭和平成の大合併のね、地域で全部で24万人ほどいたんですけど、現在20万人ちょっと、ちょっと人口減が進んでるということです。で、これから、進んでいきます。 IHI とかね、まあ、結構この辺りって昔から皆さんご存知の通り、呉っていうのはね、日本海軍、帝国海軍の交渉とかね、置かれたところです。新宿ですね、なんでそこのところで軍都として栄えてきたということで、で結構今もね、戦後に関して、でまあすごいね、山があって、で平野部は割と少ない感じですね。で、そこの平野部、まあ、山の斜面なんかに結構建物があったりします、家とかね。で非常に美しいですね。佐世保行った時もこういう感じで、佐世保のがもうちょっと広いかな、平野部っていうかね、平野部っていうかね。でもすごいなって感じがしますね。線路なんで JR 高架になってますけど、駅になってる感じですね。でこれちょっと左に行きます。左に行くと駅ですね。もう市街地がもうあります。で一番この駅のとこですね、阪急ホテルって泊まって
開きます、前方左です。一般道交番があります。でここのところ阪急が右側の方です。一部が割と少ないですね、地域と。でもその中に、まあ、あの町を形成している感じですね。いや、アーケード街、西日本って結構アーケード街結構ありますけど、ここもアーケード街になります。この先、一般道駐車禁止、最終点エリアです。繁華街的なやつはこれ市役所が引いたんですけど、繁華街的なやつはその橋渡って左側の方ですね。このところの川沿い、なんでまあここのところの川
っち側ですね。結構お店、向こうにもお店あるかもしれない。まあ、な結構ある感じ。あ、じゃあ入れねえのか。ですね、山口県行きます。野菜山口県ということで、宇部ですね。宇部市に行きます。で高速乗ってきて、ね、行きます。で前見ていただく山ですよね。山の斜面にも結構家建ってるんでね、まあ、結構この山とこの海の距離って結構、近いですね。しましょう。